三津原、あ、素晴らしいスティールだ。谷口自らスリーを狙って決めました。さあマクリーンです。ヒーラーがここもしっかりついています。逆サイドに振って磯野決めました。石川とそれから熊本の谷口がスリーポイントというのも一つ注目かと思います。さあマクリーンだ、強さを見せました。インサイドソーシルフ、さあ自ら行くか。ソーシルフ、おっとエンドワンです。会場が沸きました。局的に仕掛けていきましたソーシルフです。本村がボールを受けて井上が激しくついていますが、本村行ってエンドワンです。エンドワンです。本当に激しくディフェンスに来ています。ここは隅田が来ています。さあ長島オフェンスリバウンドを取りました。マクリーンフェイダーウェイ、ああ決まった。在籍最長5年目の本村、菅沢、ここはうまく通った、決まりました。今度は熊本がチームプレー見せます。長島のフローター、ここはオフェンスリバウンド、ソーシリフ外に出して本村のフローター決まりました。菅沢、山本修介、磯野がスリー決めました。神里、さあソーシリフだ、ソーシリフのスクリーン使いながら、これはアリウープ勝負の第4クォーターです。さあ山本翔太、本村、もう一度山本翔太、コーナー3決まりました。マクリーン、あーこれは巧みに決めていきました。バスケットカウント、ここはマクリーン取ります。素早く切り替えて決めました、ダンク。磯野自ら行くか、ハーフショット決めていきました。チームファウル5つに達しました。こちらは長島の先ほどの、まあ、難しいシュート、これよく長島狙っていく、磯野。ローソンは昨シーズンのブロック王でもありますから、本当に大きな2人がいない中で他の選手たちが持ってくる時間帯に入ってきています。残り1分、緊迫した時間が流れます。マクリンの3は決まった。緊張感のある中で、あーっとここが落ちました。ただ長島拾って決めました。まさにチームで戦っています。